エル・ヘフェはアメリカ合衆国のミュージシャン。パンクバンド n ッ f x のリードギター、ボーカル、トランペットを担当。本名はアーロン・アベイタ。覚醒剤と偽札の所持で少年院に服役していたことがあり、その少年院でドラムのエリック・サンディンと出会う。1991年にサンディンの紹介によって n ッ f x に加入する。初のレコーディングは12インチ EP 版の ザロンゲストライン。加入前は、クリスタルスフィアというバンドをママ兄弟の、マーク・カレーという人物とやっていた。ノー FX にはすでに、エリックという名のメンバーが二人おり、さらにアーロンが加わると紛らわしくなるという理由で、よく知られているエル・ヘフェという名前が、メンバーたちによって付けられた。エル・ヘフはスペイン語で、ボスを意味するエル・ヘフェの英語読み表記で、 彼がバンド内で突出した音楽的才能を持っていたため、この名が付けられた。今やバンドに欠かすことのできなくなったトランペットに加え、音域の広い歌声とヘビメタルからジャズまでジャンルを問わないギターのプレイスタイルは No.FX のサウンドを飛躍的に向上させた。前述のようにエリック・サンディンとの出会いは No.FX 加入前まで。 遡るが、出会った当初に二人は殴り合いの喧嘩をしており、決して仲が良かったわけではなかった。少年院のカウンセラーがこれを後世の好機と捉え、二人を選択係に任命したことで関係が一変。二ヶ月もの間、ランドリールームで共に男たちの汚れたパンツを洗ってるうちに友情が芽生えたという。NO FX はアルバムパンクインドラブリックで以前、 エル・ヘフェと一緒にバンドをやっていた、マーク・カレーの、パーフェクト・ガ・バメントという曲をカバーしている。カリフォルニア州のユーレカにナイトクラブを所有していた、ことがある。ノー FX 自伝間違いだらけの、パンクバンド成功指南発売日、2017年11月17日、出版社、DU ブックス著者、ノー FX、ジェフ・アルリス翻訳。 清水良 ISBN978 から4から866470368ありがとうございます。